数年に一度レベルの強い寒波が押し寄せています。日本海側では大雪、関東では記録的な低温に注意が必要です。日本付近には非常に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。午前5時までの24時間で新潟県小出で61センチなど、日本海側の各地で大雪になっています。この後も雪は降り続き、明日朝までに北陸で最大80センチの降雪が予想されています。大雪や猛吹雪に警戒が必要です。またこの強烈寒波の影響で全国的に冷え込みが強まっています。東京都心では午前5時過ぎにマイナス3.7度まで下がり、41年ぶりの記録的な冷え込みとなっています。この後日中も気温は上がらず、路面の凍結などに十分な注意が必要です。